中部地方の9つの県と名古屋市で構成する中部県知事会議を10月30日多治見市のセラミックパーク美濃で開催しました。会議に先立ち知事らは第13回国際陶磁器展美濃を県現代陶芸美術館の石崎康之館長の案内で視察しました。会議では地域に根ざした文化の創造と継承をテーマに文化芸術の魅力発信や次世代への継承に関する取り組みについて情報を共有しました。この中で古田知事は地芝居など文化芸術を生かした地域の魅力発信など岐阜県の取り組みを紹介し、県民が地域への愛着と誇りを再確認できるよう文化行政を進めていると紹介しました。また国への提言をまとめたほか、来年4月に開幕する大阪・関西万博の開催機運を協力して高めていくことを確認しました。